青い旋律は1946年制作のアメリカ映画。レイモンド・チャンドラーのオリジナル脚本をジョージ・マーシャルが映画化した。予備役になったアメリカ海軍少佐ジョニーは戦友のバズとジョージと共にカリフォルニア州ハリウッドに帰る。ジョージとバズが一緒にアパートを探す間、ジョニーは妻ヘレンを驚かせようと彼女のいるキャベンディッシュコートホテル&バンガローを訪れ、妻がナイトクラブ、ブルーダリアの経営者ハーウッドと親しくする姿を目にする。ジョニーはハーウッドを殴って退散させ、ヘレンと言い合いになる。酔っ払っていたヘレンは、ジョニーがジフテリアで死んだと信じていた息子ティッキーが自分が起こした飲酒運転事故で亡くなったと告白する。感情的になったジョニーは、自分の拳銃を妻に向けるが、殺す価値もないとソファに投げ、雨の中バンガローを去る。雨の中ジョニーが当てどなく歩いているところ、コンバーティブルを運転している美女に拾われ、どちらも名前を明らかにせず、マリブの旅館の別々の部屋で夜を過ごす。翌朝、ジョニーがフロントでチェックアウトの手続きをしているところに、ラジオからヘレンが殺害されたというニュースが流れ、ジョニーが容疑者に上がっていることが判明する。ありがとうございます。